はい、どうも、森です。マスターリーグやっていきましょう。さあ、本日は天皇杯で清水エスパルスとの試合、そしてリーグ戦で横浜 F マリノスとの試合をやっていきたいと思います。カップ戦なので、まずトーナメント表を確認したいと思います。天皇杯のトーナメント表はこのようになっております。5試合勝ち上がればですね、優勝することができるというところで、まあ初戦清水エスパルス相手にしっかり勝っていきたいと思います。それでは試合の方に参りましょう。天皇杯初戦、湘南ベルマーレ対清水エスパルス、スターティングメンバーはご覧の通りになっております。それではやっていきましょう。お願いいたします。絶対に負けられない戦いなのでですね、先に点を取っていきたいなと思います。縦にエルユヌシ、スピードで行こう。スピード、うわー、ファン速攻強い。いいスライディングだな。トイチ、トイチ先、オッケー。うわー、そこ当たるか。いやー、オーノ、オーノ、オッケー、オッケー、オッケー。よし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 、跳ね返していこう、跳ね返していこう。2枚で、オッケー。ナイスかね、こう。ダリクー！いやー、惜しい。決めたかったなー。うーわー、マジか。オッケー、ナイス、トミー。マジで今のでかい。危なかった。お、マジか。いやー、ぶねー。トイチ、取れんじゃない？オッケー。岩崎、岩崎、岩崎、決めろよー。うわ、オッケー、天馬強い。トイチ、トイチ、いや、トイチ、トイチ、トイチ、よっしゃ、決まったー。ナイス、トイチ。俺たちと駆け上がれ、鈴木トイチ。見せつけろ、その技を、鈴木トイチ。俺たちと駆け上がれ、鈴木トイチ。見せつけろ、その技を、鈴木と一。ナイスシュート。さあ、このまま2点目も取っていきたいですね。うわ、エルユニスタルずれたな。オッケーオッケー、まあ前半終わる。オッケーオッケー。いや、トイチマジでナイス。いや、いいよ。なかなか攻めれてる気がするな。うわ、ロングボール。あぶね、危ないよ。オッケーオッケーオッケー。しっかり拾っとこう。やばい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 。オッケー。逆サイ、逆サイ。トイチの裏。出すな！いやー、厳しいか。大岩、大岩行っちゃおう。オッケーオッケーオッケー。回ったり、クロス。岩崎！いやー！いやー、結構力強いヘッドだったけどなー。まずい。まずいまずい。あっぶねー！めっちゃハイプレスしてくるなー。オッケー。オッケー。いやー、無理か。さあ、メンバー交代、エルユヌシを下げて山田直樹を投入いたします。イブスキに当てて貯めて山田直樹っていう形で点を取れたらなと。まずい。うわー、危ない。
ナイス。うお、そのこぼれ方ありかよ。いやー、ドミー、マジでナイス。危なかった、マジで。やばい、それ打たせちゃまずいよ。ミドルシュートダメ。挟み込め、挟み込め。うわ、なんだそのスライディング。オッケー、ナイスクリア。やべ、トイチ疲れてんじゃん。トミーまで下げていい。オッケー、前でいいよ。オッケー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 。イブ、いや、決まったー。イブスキー。ララ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 ラ、イブスキヒロシ、ラララララ、イブスキヒロシ、ぶち込めゴール、ララ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 ラ、イブスキヒロシ、ラララララ、イブスキヒロシ、ぶち込めゴール。さあ、試合終了。2対0で勝ちました。いやー、結構危ない場面作られましたけども、無失点で勝つことができました。よかったです。ということで、天皇杯初戦、湘南ベルマーレ対清水エスパルス、2対0で勝利いたしました。はい、天皇杯2回戦。さあ、他会場の結果はご覧の通りになっております。ヴィッセル神戸対 FC 琉球は1対0でヴィッセル神戸の勝利。柏レイソル対ヴィファレン長崎は1対0。サガン鳥栖 FC 対浦和レッズ。はい、天皇杯2回戦。他会場の結果はご覧の通りになっております。ヴィッセル神戸対 FC 琉球1対0。柏レイソル対ビファーレン長崎1対0。サガン鳥栖じゃない。もう一回やり直し。はい。天皇杯2回戦、他会場の結果はご覧の通りになっております。ヴィッセル神戸対 FC 琉球1対0。柏レイソル対ビファーレン長崎1対0。京都サンガ FC 対浦和レッズ0対1。名古屋グランパス対青源金沢3対0。アビスパ福岡対鹿島アントラーズ0対2。ジュビロ磐田対ジェフユナイテッド千葉。延長戦の末2対0。FC 岐阜対ガンバ大阪。延長戦の末2対3。川崎フロンターレ対ヴァンフォーレ甲府0対1。横浜 FC 対北海道コンサドーレ札幌4対1。サンフレッチェ広島対徳島ヴォルティス2対0。大宮アルディージャ対セレッソ大阪2対4。横浜 F マリノス対大分トリニータ1対0。アルビレックス新潟対ベガルダ仙台。PK 戦まで行って、5対4というところで、アルビレックス新潟の勝利。サガン鳥栖対松本山雅 FC 1対3。ファジアーノ岡山対 FC 東京1対0という結果になっております。さあ、トーナメント表ですが、我々は2対0で勝ちまして、次回の相手はヴィッセル神戸となりました。やはりその次は柏レイソルと浦和レッズが勝者ですね。さあ、リーグ戦でヴィッセル神戸はもうすでに試合をしていまして、すごい硬い試合になって0対0で、点が取れない試合になっていたのでね、ちょっとしっかり点を奪っていきたいなと思います。はい。天皇杯清水エスパルス戦無失点で勝利した湘南ベルマーレ。試合後、富井は次のようにコメント。無失点で勝てた意味は大きい。常に集中できていたということだよ。ということですね。素晴らしいビッグセーブもありましたが、本当に富井いい活躍だったと思います。さあ、リーグ戦に戻りまして、横浜 F マリノスと対戦いたします。それでは試合の方に行きましょう。はい、湘南ベルマーレ対横浜 F マリノススターティングメンバーはご覧の通りになっております。
さあ、我々湘南ベルマーレ3412ご覧のフォーメーションとメンバーになっております。横浜 F マリノスフォーメーション4213というところで、エジカルジュニオ、エリキ、大津の強力な3トップで挑んでくるそうですね。それではお願いいたします。さあ、ロングボール、オッケー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 、抜けた、みつき、みつき、みつき、いやー、枠外。さあ、そこしっかり止めていこう。よしよしよし、木田、エリキに、エリキ抑えよ、入れ、エリキ抑えよ、トミー、ナイス。まずい、まあたり、カズナリ、サンキュー。やらせんな、やらせんな、やらせるな、やらせるな。いやー、エジカルジュニオマジでゴリゴリにターンしてくるじゃん。マジかー、ちょっと止められなくないか、エジカルジュニオ強っ。やばいな、エジカルジュニオマジでって。よいしょ、スピードでいけるだろう。おっしゃ、トイチ、バラだ、いや、山田、いやー、なぜ左足で蹴ったそれ。山田直樹、いやー、うわ、いねえじゃん。何やってんのマジで。ひどすぎるだろう。いや、あげれないか。前半終われ、前半終われ、頼む、終わってくれ。いやーだだー、マジで足りてない、枚数足りてない。オッケー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 。いや、前半で3失点したらもう無理だよ。危なかったー。いや、マジ2失点目なんなの。いやー、相手守備意識上がってきてるよ。なんだよ。もう守りかよ。キーパー。ナイス、トミー。バラだ、おーし、いやー、セカンド拾いて、セカンド拾いて、オッケー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 。いやー、そこ、よっしゃ、狙い通り。いや、それずらすな、もったいない。オッケー、石原直樹、頼むぞ。いける、ドイツ、スピードスピード、いやー、田中つえ。よし、そこじゃないなー。終わったー、乾杯。はい、ということで湘南ベルマーレ対横浜 F マリノス0対2ということで、1点も取れず敗戦してしまいました。シュートは我々の方が一応打ってはいるけども、あまり入りそうな雰囲気のあるシュートはありませんでした。エジカルジュニオ強かったです。
はい、明治安田生命 J1 リーグ第7節他会場の結果はご覧の通りになっております。セレッソ大阪対サガン鳥栖0対0、川崎フロンターレ対ヴィッセル神戸0対3、北海道コンサドーレ札幌対鹿島アントラーズ0対0、サンフレッチェ広島対ベガルダ仙台2対2、ジュビロ磐田対大分トリニータ4対0、柏レイソル対横浜 FC 0対0、名古屋グランパス対 FC 東京0対1、清水エスパルス対ガンバ大阪2対0、浦和レッズ対松本山雅 FC 1対0となっております。順位表の方ですが、我々湘南ベルマで負けてしまいましたが、順位変わらず11位ということになっております。首位との差が勝ち点5広がってしまいました。悲報です。岩崎は怪我を負ってしまいました。完治予定が11月中ということで、完治するまでは試合そしてトレーニングの参加はできないそうです。いやー、0対2で F マリノスに完敗という結果になってしまいました。まあ負けはしましたが、順位の方は変わらず11位なので、まだまだ上を目指せる順位ではあると思います。次回はですね、ベガルタ仙台そして大分トリニータとの試合をやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録そして高評価をお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。